ハローエブリワン。あ、どうも皆さんこんにちは、ジョニーです。鏡越しから失礼します。今日はですね、今地元のリハーサルスタジオにやってきてるんですけれども、あさって12月16日土曜日に、開催します、ジョニーズ、アコースティックナイトって感じでね、アコースティックライブね、今回で5回目になるんですが、市川はね、ナイトウォッチさん、ロックバーのナイトウォッチさんでまた、開催するわけなんですけれども、今日はその今ね最終、リハーサルを行ってます。で今回は、アコースティックライブでね、どんな機材を使ってるかをね紹介しようと思います。そうですね、でナイトウォッチさんってとこはライブハウスじゃないんで、演奏用の、そういうミキサーとかそういうのは一切置いてないんですね。ギターアンプとかも。それでどのような感じで、ライブを行ってるのかっていうのをちょっとね機材を紹介しようと思います。これね、例えば同じようにね、俺と同じような感じで、アコースティックライブをやりたいんだけどっていうんで、お店じゃなくてそういう機材がないとこでどうやってやればいいかなっていう人とかにはね、すごい参考になるかなと思うので、紹介していきたいと思います。まずギターなんですけれども、ここにあります、ギブソン J200、これは LR バックスの M1 っていう、ピックアップをつけてます。これはパッシブタイプのですね、アクティブではないです。そして2本目がこれ、オベーションのエレアコです。これもピエゾなのかな、ピックアップついてるんで、エレアコ仕様ですよね。でこっちの、普段メインで使ってます、マーティン D35、 これも J200 と同じで LR バックスの、M1 というピックアップをつけてます。パッシブタイプです。本来ねこれピックアップのこの色が本当は白なんですけども、なんか白だとかっこ悪いんでね、自分で黒く塗ってます。そしてこの、ギターをですね、こっちの足元に、行きます。これ、ちっちゃいボード自分で作ってるんですが、この右側がこれ、コルグのチューナーですね。でチューナーの次に、これブースター用で、レベルを少し上げる時のため用にこの MXR のマイクロアンプってのを使ってますね。これすごくいいですね、このマイクロアンプは。音が歪まないで、ただ本当にね音量を上げるっていうことができる優れもので、これはねアコースティックライブで俺すごい重宝してます。そしてその後にこのズームの、これはね、ちょっとごめんなさい、品番とかそういうのね忘れちゃったんですが、これアコースティックギター用のなんていうんですか、 DI と言いますか、プリアンプになるわけなんですよね。でこれもね確かそんな値段高くなかったと思うけど、2万円以内で買えたものだと思うんですけど、非常によくできていて、こうやって見ると、まずレベルの調整がこのボリュームでできて、でこれイコライザーもついてんですよ。ベース、トレブル、ミドルね。でここが例えばこのピエゾタイプのギター、ピエゾタイプの、マイク内蔵の時はこっち でこの真ん中だと、マグネットタイプですね。いわゆる今俺が使ってるM1 とかだと真ん中です。そういうふうに切り替えがついてます。それで、なおかつ、ここをですね踏むとレベルが上がるようになってんですよね。だこれ1台で結構ねもうライブできちゃう感じなんですよね、実は。でこうチャンネルがついてまして、これもよくできてて、ギターの形によってちょっとチャンネルがついてるんですね。例えば真ん中はドレッドノートなんで、マーティン D35 とかなんですけど、ジャンボタイプの時の J200 だとこのジャンボにする、こういう風にするとそのギターの音の一番いい部分を、特性を生かしたイコライジングが多分やってもらえるんですね。これねよく本当できてます。あとリゾネーターとか12弦ギター用とかスイッチがあって、これはね本当ねこのズームさんねよくできてると思いますね。確かねこれすごいコンパクトなんですけど、これよりもう少し
2倍ぐらいの大きさだっけかな、サイズのでかいタイプのプリアンプも売ってますね。そっちの方はちょっと試したことないんですけど、そしてアンプになるんですけれども、これがすごい優れもので、これボックスのアンプなんですけど、すごいサイズ小さいんですよ。これ見てもらえば分かると思うんですけど、下にローランドの JC120 があるんで、 JC のまあ横幅言ってみれば半分なんですけど、で高さもね、多分これどんぐらいだろう、30センチないぐらいだと思うんだけど、このアンプ一つで足りちゃうんですよ。これ多分スピーカーが10インチ25センチのスピーカー一発だと思うんですけど、実はこんなに小さな箱なんですけれども、50ワットの出力があって、でなおかつこれ真空管アンプなんですよね。でありがたいことに、これ差し込み見ると分かるんですけど、2チャンネルになっていて、この上がアコギ用のインプットなんですよね。でアコギ用のボリューム、イコライザー関係で、エフェクターまでありがたいことについてるんです。コーラスとかですね。でこの下のチャンネルが実はマイク差してるんですね。このそうなんです。でこのボーカルマイク用を挿して、こっちのボーカル用のボーカル、ボリュームですね、でイコライジングで、あとリバーブ調整で、ギターと、ボーカルマイクのこのマスターボリュームがついているという、まあ、簡単に言ってしまえば、このアンプ1個でボーカル、ギターの音とボーカルマイクの音両方出せてんですね。それでまたいい感じにこのね音が出せるんですよね。まあね、俺のね以前、アコースティック弾き語り動画ね YouTube で上げてると思うんですけども、最近だと Please Come Home for Christmas っていうのがやはりこのスタジオでね弾き語り動画で上げてると思うんですが、あの動画ではマーティンの D35 とこのねアンプにつないでボーカルマイクでギターで、ギターは、このねエフェクターでこのちょっとコーラスをねかけた音でね鳴らしてるんですよね。すごくねこのねアンプは重宝してます。もしねこれから例えば機材とかのないお店でライブを考えたりしてる人がいる場合は、まあねアコースティックギター用のアンプって今いろいろ販売されてると思うんですけども、まあローランドとかね、他にもフィッシュマンとかいろいろあるんですが、結構みんな値段が高いんですよね。でそれから考えるとね、これ買った時いくらだっけかな、3万円しないで買えたんですよね、このアンプ。今ちょっと値段上がっちゃったかもしれないんですけど、俺が買った時2万5、6千円で買ったような記憶があります、サウンドハウスで。でこれね非常に重宝してます。こんな感じでねライブ普段、行ってます。まあ皆さんもねアコースティックでライブ行う方とかいれば、参考にしていただければと思います。今日はねそんな動画になりました。それではね、2日後になるんですけれども、皆さんもしねお時間あればぜひ遊びに来てもらいたいと思います。お待ちしております。それじゃあまた次回の動画楽しみにしてください。あ、そうそう、 YouTube チャンネル、のね YouTube のねチャンネル登録も、おかげさまで増えてますんで、今620人ぐらいかな。とりあえず、当面700人目指しますんで、チャンネル登録まだしてない方よろしくお願いします。それじゃあバイバイ。